一体なんでこんな、パパに失礼なことしちゃったな。え？なんだこの涙の色は、何が起きてるんだ。殺戮日和だ。オイラ、なんて骨のない頭を持ったんだ。キャラを信用していたなんて。いや、俺様はキャラが本当のことを言っていたと信じてるぞ。なんで、そう思うんだ。なぜなら、テミーが教えてくれたのだ。詳しく、教えてくれ。もちろんだ。俺様たちは、フリスクが犯罪を犯していると思っていたんだ。フリスクならいつでも逮捕できるようにしてたぜ。そしたら、テミーに出くわしたんだ。テミーは何か迷っているようだったんだ。だから、聞いてみたぞ。にえへへ、一体どうしたんだい。この将来有望なロイヤルガードに話してみないか。え、本当？でも教えられないよ。フリスクが僕たちだけの秘密だって。じゃあ俺様も俺様の秘密を教えてやろう。今はフリスクを探しているんだ。それが俺様の秘密だ。にえへへ、秘密を教えるのってなんだかゾクゾクするな。テミーも一緒にゾクゾクしようぜ。わお、フリスクがチョコレートを渡していたのか。なんでそれをあそこで言わなかったんだよ。おいらずっとキャラを責めちゃったよ。いやいや、俺様だって言おうとしてたよ。な、思い出したろ。にえへへへ。いや、でもさ、これじゃオイラたちがキャラを一方的にいじめてたみたいじゃないか。きっと怒ってるよ。キャラが来たぞ。なあ、ダーリー、俺には理解できねえな。なんでこんなに面倒なことにすんだよ。一番ムカつくやつだけ殺して、あとは奴隷にすりゃいいのにさ。簡単だからこそ難しい方を選んだんだ。誰かと思えばガスターじゃないか。うわ、見たか、あれすっげえ怖い顔してるぞ。このバカ、喋ったらバレるだろ。こっち見られてなかったか。計画を立てる前に話さなければならないものがついてこい。おいおい、これからよろしくないキャラ。母親みたいに話しかけてもいいか。俺はお前から生まれたわけだし。あ、それじゃアズリエルがお父さんみたいになっちゃうか。家族って最高だな。ガスターが僕を欲しがるのはわかるけどさ、お前は何なんだ。お前いつも怒られてるから、つい失敗作なんだと思ってたけどね。確かにそうだな。はあ、面白いじゃん。キャラの言ってたことは本当だったのか。にえへへ、ほら見ろ、正解だったろ。ドク、じゃないな。大統領、そろそろ始めましょうか。ついに新しい世界を作る時が来ました。ええ、
順調に進行しております。何も心配はありませんよ。このキャラはアロイよりも有能です。やるのが誰かなんてどうでもいい。必要なのは結果だけです。はい、やめろ。あなたの言う通り。よろしい、いい知らせを期待していますよ。はい、約束は覚えてんだろうな。みんな、オイラたちどうやらやばいことをしでかしたぞ。キャラが正しかったんだ。すぐに本当の犯人を捕まえないと。それは本当なのか、サンズ。これを見てみろよ。ちょこって見に行かない。よかった、キャラは嘘なんかつかない子よね。そうとはいえ、ちょっと面倒なことになってるぞ。体の形を変えられるようなやつなんて今まで見たこともないからな。そんなヤバいやつが私たちとぶつかり合うことになるんだ。で、結局オイラたちは何をすればいいんだ。いずれそこの人間が話してくれるだろうよ。待って、全てをこんなに早く決めつけてはいけないわ。アンダイン、このことについてもっと正確に細かく調べてちょうだい。サンズ、遺跡の近くで何か怪しいものがないか見てきて。そして今日のことは私たちだけの秘密にしましょう。フリスク、話したいことがあるから来なさい。チョコクリーム。悪いが、ちょっとだけ警察で話してもらうぜ。テミー、キャラを見たとき何も変わったことはなかったわよね。キャラの他にも人がいた。黒い服を着ていて、そいつがキャラと話してたんだ。あとは何かあった？あいつら風のように消えちゃったんだよ。ああ、母さん、ずっと探してたんだよ。ああ、つまんねえな。なあ、なんか賭けでもしようぜ。賭けだと？一体なんの？キャラがあいつらを皆殺しにするかしないか。ま、できないと思うけどな。はあ、お前ってマジひでえ花だな。でもそれが俺たちが親友って証拠だな。ああ、キャラ、帰ってきてくれたのね。心配したのよ。ああ、心配かけちゃったね。ごめんなさい。よし、来たぞ、ついに始まっちまうぜ。キャラ、もう二度とどこへも行かないで。私も大好きだよ。